皆さんこんにちは。西武ライオンズからホークスに移籍が決まった山川穂高選手、今季は女性トラブルもあってほとんど試合に出れず、チームにも大きく迷惑をかけてしまう形となりました。その中でのホークスへの FA 移籍となり、世間から冷たい視線が送られています。そんな山川選手ですが、移籍までの西武での行動がヤバいと改めて批判されています。一体何があったのでしょうか。そこで今回は山川選手の移籍までに指摘された問題行動をご紹介していきます。ぜひ最後までご視聴ください。2013年にドラフト2位で西武に入団した山川選手、これまで通算218本の本塁打を放ち、本塁打王3回、打点王1回の実績を持ち、西武ライオンズ不動の4番打者として君臨しています。昨年はソフトバンクの胴上げを阻止する自身初の41号サヨナラ本塁打を放つなど活躍、最終的に41本塁打まで本塁打数を伸ばし、3度目のパ・リーグ本塁打王に輝き、本塁打王に加え自身初の打点王も獲得、3年ぶりにベストナインにも選出され、球団からは4年契約を提示されましたが、本当に悩んだ末に単年契約を選択。節目ですし、野球人生の全てをかけて臨む意味で絶対に単年の方がいいという思いで結んだ。今年以上により目の色を変えて血眼になってプレーしたいと説明。 FA 権習得見込みでの単年契約だったので、今オフの FA の目玉と評され注目を集めていましたが、しかし2023年5月11日に不祥事が発覚。東京都内のホテルで当時20代の知人女性に対して性的な暴行を加えたとして、警視庁が強制わいせつ致傷の容疑で捜査を進めていることが文春オンラインより報じられ、大きな騒動へと発展しました。西武球団は山川選手を無期限の2軍調整へ。最終的に嫌疑不十分で不起訴にはなりましたが、不倫していたことは事実のため世間に大きな衝撃を与えました。同年9月4日には無期限の出場停止処分が発表された際には、球団を通じて自身のコメントも発表し、不起訴と判断されましたが、そもそもの主たる原因は私がプロ野球選手という立場をわきまえずにした行動が招いたものであり、深く反省していますなどとコメント。その後は野球に打ち込んでいましたが、11月14日に FA 権の行使を発表。そこから音沙汰なく1ヶ月が経過していましたが、先日ホークス入りが報じられ、12月19日にホークスへの入団会見が行われました。誰もが注目する第一声はまさかの謝罪で、多くの方々にご迷惑をおかけして本当に申し訳ありませんでしたと頭を下げた山川選手。この度ソフトバンクホークスさんにお世話になることになりました。まずここまで決断に時間がかかってしまい申し訳なく思っていますとコメントし、その後一連の私の不祥事でライオンズファン多くの方々にご迷惑をおかけして本当に申し訳ありませんでしたと古巣へも謝罪しました。会見前には西武ファンにも謝罪できず、去就が決まっていない状態だったのでなかなか挨拶ができずに悔やんでいますと頭を下げ、日程的なこと時間がかかってしまったこともあった、選手の方にはこれから連絡できる選手にはしたいと思っています、ファンの方に挨拶をするのは先ほど述べた言葉で挨拶という形になってしまいます、そこは本当に申し訳ないですと再度謝罪。前代未聞の謝罪だらけの入団会見となりました。そんな山川選手ですが、入団までかなり時間がかかっていますが、その間の行動がやばいと言われており、これだけ謝罪していても西武ファンは許せないと怒ってるわけです。一体何があったのでしょうか。いくつかご紹介していきます。1、フェニックスリーグ参加。1つ目はシーズンオフに行われるフェニックスリーグへ参加していた点です。フェニックスリーグはいわば若手の成長アピールの場で、レギュラークラスの若手選手も今後に向けて調整したり試したりする場所でもあります。山川選手は戦術の通り謹慎中だったのですが、フェニックスリーグは例外的に OK ということで試合感を取り戻すために出場させることに。ですが若手の機会を奪ってまで出場したのに FA で西武を出ていくということで、ただ若手を邪魔したかっただけじゃないかと批判が出ている様子。まあ側から見ればそう見えますし仕方ない部分はありますよね。ただ西武側の対応を見ていると山川選手を出すつもりだったというか見限ってたような気もするので、そうなら試合に出場させて健在なところを見せて他球団から獲得されるのを待ち、
人的と金銭で別の選手を獲得する狙いがあったと考えると、ある意味思惑通りではあると思います。まあどこまで考えていたか分かりませんが、若手の出場機会自体は奪ってるので批判は仕方ないでしょうね。2、連絡がギリギリ。2つ目は何もかもギリギリで連絡をする点です。その一つが FA 宣言の書類締め切りギリギリに書類を提出した件になります。 FA 宣言した際には NPB に申請の書類を提出しなければいけません。今年の期日は11月14日で、事務所は18時まで、山川選手はその14日の18時ギリギリに提出したということで批判が殺到しました。時間については正直わかりませんが、期日ギリギリだったのは間違いなく、報道によると事務所のスタッフが大慌てする事態になったとも報じられています。そのため時間ギリギリだったのかもしれません。実際 FA 権行使したと報道が出たのは最後の方でしたし、これだけギリギリというワードが飛び交ってる以上、滑り込みセーフだったのは間違いないでしょう。この滑り込み、なぜ批判されてるかというと、事務所側に迷惑かけた、社会人として時間の余裕をといった意見もありますが、一番は編成の問題で、山川選手が FA 宣言するかしないかで編成の動きが変わります。早ければ早いほど動きやすいですし、逆に遅れると動きも後手となり、選手の獲得調査などが遅れます。ただ FA 宣言の期間内ではあるので、そこまで大きな影響はないとは思います。今回の FA 編成で一番困った部分は、やはり移籍決定まで連絡を球団にしなかったことでしょう。渡辺 GM も早くしてほしいと苦笑いを浮かべるほど連絡をしていなかった山川選手、相当悩んでいたのは分かりますが、まだ悩んでるなど一報を入れるくらいはしてもよかったと思いますし、戦術の書類提出もそうですが、何もかも連絡がギリギリなんですよね。特に移籍する市内は編成にダイレクトに関わりますし、球団も動きにくいでしょう。こうした編成への迷惑が大きな批判につながっているようです。まあやらかして試合に出れず、挙句に迷惑をかけて移籍ですから、ファンも怒りたくはなるでしょうね。3、事務所が日曜日の休日に連絡する。これは先ほどの連絡に付随しますが、山川選手は連絡がギリギリだけでなく、西武への断りの連絡を日曜日という事務所が休みの日にしているのも批判の対象になっています。常識的に考えて休みの日ではなく月曜日にしろよという意見が続出。まあ日曜日につながっているのであれば、あらかたいつでも連絡してよいと言っていたのかもしれませんが、これまでギリギリ行動もあったため、モラルがなさすぎると批判されたようですね。これについては西武側が山川選手にどう話していたかで変わりますし、日曜日でもいいと言っていたら OK ですし、個人的にはそこまで叩かれる部分ではないかなとは思います。とはいえこれまでの行動から批判されるのも理解できますし、結局のところ印象や信頼の問題はあるでしょうね。 4FA 宣言時の怪文書。最後が FA 宣言した際に全国のファンに送った手紙の内容です。手紙は次の内容となります。原文まま。この度私が取得させていただいた FA 権の行使について皆様にお伝えさせていただきます。結論を先に申し上げますと、今回 FA 宣言をさせていただくことを決断いたしました。皆様に多大なる不快な気持ち、不信感を生んでしまった一連の出来事を通じて、ただ野球をするということだけではなく、関係するすべてのことを自分一人で考え、また家族と考えさせていただきました。野球から離れることだけではなく、社会から離れることまでも考えました。それでも私の心から消えずに残り続けたことは、野球がやりたい、野球をさせていただきたいという答えでした。プロ野球選手として恥ずべきことですが、ここまでの気持ちになったのはこれまでの野球人生で初めてのことです。この私の意思を受け入れていただけることがあるならば、ライオンズに居続けることがファンの皆様、球団の皆様に対する感謝の形、謝罪の形、誠意であるということも考えています。同時に FA 宣言が持つ選手の権利として定められた制度という理解を超え、これまで聞くことがなかった声をお聞かせいただくことで、自分自身を戒めることとなるのではないかとも考えました。 FA 宣言により西武ライオンズ以外の球団の考えを聞いた上で、残留か移籍の判断をさせていただくことは、新たな野球人生へと歩ませていただきたいという私の一方的な願い、自分本位な意思のように聞こえてしまうであろうことも重々承知しております。それでも
私が宣言させていただくことで、何より私自身のこれからの野球人生に対して重い責任を持ち続けることの覚悟であることを、どうか少しでもご理解いただけたら幸いです。結びになりますが、ご伝達が遅れましたことにつきまして誠に申し訳ございませんでした。お待ちいただき、またご心配いただきましたこと、心より感謝申し上げます。これに対してファンは、なぜ FA 宣言が戒めなのか、結局何が言いたいのかわからないと批判殺到。結局やらかして移籍するのに、綺麗な文章でまとめてるのは何なんだと、ファンの金銭に触れたわけですね。結局そのまま普通に移籍していますし、最終的にただの怪文書として残る形に、最後まで西武ファンの怒りを鎮めることなく出ていく形になってしまいました。不起訴になったため犯罪歴はなく、不倫をしていたとはいえ、ありえないほどのバッシングが飛んでる山川選手、それは彼の行動が原因で、もう少し誠意のある行動を見せていれば変わっていたかもしれないだけに、もったいない気もします。とはいえ、ファンを怒らせたのは事実。ここから信頼を勝ち取れるのか、来季の行動にも注目が集まりそうです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。